キえ、お前ごとき将軍の名はふさわしいこの戦場には、共に歩む仲間がいる長き夜と共に歩むそれが俺の生き方だ皆さんこんにちはオープンワールド RPG 名調でキえンの CV を務めました小野由紀です 厳しい顔つきというか、こう表情感がですね。冷静というか、ふとクールな雰囲気感を感じましたね。それと同時にまあ、でもその眼差しっていうのはこう冷静に全体を俯瞰しようというこう。将軍っていう役職というか、うん、存在としてはぴったりなのかなっていうのも感じました。えー、剣はですね。将軍としてえ、良きを導く頼れる存在でカリスマ性が溢れているキャラクターなんですけれども。こう やっぱりこう背中についていきたくなるというか説得力とやるときはやってくれる感じっていうのがすごく頼れる男だなと感じています予期軍の機嫌だ民を守るのが責務お前がここで何か困ったときは俺が全力で助けることを約束するそうですねまあいただいたこう 台本を、まあ、ストーリーに沿って読んでいったときに、こう、キがもともと、患者さんからも好かれるようなう、優秀な医者だったっていうことを知りまして、この将軍っていう一面と医者っていう部分が、こうまあでもストーリー上も結構出てくるんですよね。こう薬草をこう、怪我したら、さっとこう、渡したりとかっていうところに、随所に出ていたりとか、まあ、頼れる存在であるっていうところが結構共通しているのかなっていうのは感じました。ただ、 これ多分、ストーリー上、まだ、どういうことがあって、ま、こう、新規一転というか、えっ、ー、と、存在というかね、その医者から将軍へっていう部分が変化していったのかっていうのが、まだこう、完全には分かってないのかなどうなのかな皆さんにね、こう、お楽しみいただく上で、こう、徐々に見えてくる部分かもしれません。風に乗れ止められるものか警戒を怠るな 情勢を見極めろそうです、ね、魅力的なところで言うと、まあ、戦う上でこう戦友をちゃんと気遣える部分は魅力の一つかなと思いますこう部下のミス的なことがあってもこううまくフォローしたりはもちろんなんですけど 直接的に答えだったり解決法を伝えずに気づかせるみたいな、そういうことをしてくれる、まあ、ある意味上司というかなのかなと思います。そういう意味で言うと、こう先ほどお話ししたみたいな、第一印象、ちょっとクールな印象を受けるみたいな部分で言うと、内側にはこう優しい部分があるからこその、そういうギャップなのかなっていうのを魅力に感じます。多くの良きたちは、 その身の身生死を俺に委ねているだから俺はあいつらを的確に使ってやらないといけないそうしないと俺はその信頼に応えられないだがいつか残像が完全に消滅する日が来るだろう俺はその日の訪れをお前と一緒に見届けたい 最初にお話いいただいただ時がオーディションだったんですよね。でオーディションでこうキャラクターに合わせてこうアクションの声とかをやらせていただくんですけどその時点でこうキエンのアクションがものすごくもう作り込まれていてしかもスピード感もすすごかったんですよね。なのでこれは楽しい作品だろうなと思って是非参加したいなと思ったんですけど率直に。 結構もう早々たる皆ささんが参加っていうのを伺っていたのでもちろんあの受けさせていただいた以上は、ね、いい結果を待ってはいたんですけれども駄目でも泣くなよと思いながら、はい、待たせていただいておりましたので正式に決まったよっていうあの連絡をいただいた時はすごく嬉しかったです。 いわゆるアニメ調のオープンワールド RPG ということでどういう感じになるのかなっていうのを楽しみにしてるんですけど、現段階でのこのできている部分っていうのを拝見したんですが、世界観の奥行きだったりキャラクターの動き、表情だったりがすごく作り込まれているので、普段結構こう僕はゲームに関しては配信で配信者さんだったり、えー、VTuber さんだったりがやられているのを見るのがすごい好きだったり、 するのでそういう意味でも皆さんがどういうふうにこのゲームを楽しんでくださるのかなっていうのが期限はですね、えー、とても凛々しい。 キャラクターになっております。スタイリッシュに戦っていくやつなので、こう、爽快感がですね、ものすごい感じがあるなっていうのを映像を見せていただいたときに感じました。なので、ぜひ、えー、大事にこうね、相棒として使っていただきつつ、他のキャラクターたちにこう切り替えていけたりしますので、えー、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。えー、こちらのゲーム、名著どうぞお楽しみに